はい、じゃあ今日はテーマ愛で。おう、なか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 なところを攻めますね。はい、いいでしょう。うん、はい、社長は愛をどういうふうにお考えですか。愛は本当に全ての根源じゃないかなと思ってます。うん、愛がなければそもそも我々も存在すらしないんじゃないかなと思ってます。なるほど。うん、まあ、あの別に変な宗教入ってませんけれど、うん、宇宙の我々のこの存在する意義みたいなものがもしあるんやったとしたら、うん、そもそもですね、自分のことだけ考えとったらあかんのですよ。うん、自分の幸せだけ考えて幸せになれるって言ったらそれはもう嘘ですね。だからやっぱり自分の存在って何のために存在してるのかって言ったら、これは自分以外の誰かを幸せにするためやと思います。うん、とか世の中を良くするためであったりとかやと思いますね。その結果自分が幸せになるっていう、幸せを感じれるっていう、うん、だからね、フォレスト の共通の価値観にもあるじゃないですか。うん、お客様の笑顔を見て自分の幸せと感じれる、そんな価値観を持ってなければ、うん、そもそもうちに、ね、新卒の、うん、採用の時に言いますよね、うん、その気持ちがなければうちに入ってきても不幸になるだけなので入ってこないでくださいって言いますよね。うんうん、あれなんでかって言ったらそこが僕愛やと思います。なるほど。もっと言ったら地球に我々が今くっついてるのも愛ですからね。うん、引力がそうですよね。うん、引力が引きつける力、これが愛やと思うんですよね。うん、えらいことやと思いません？地球って、自然って、こんなに人間が縦横無尽にね、もうわけのわからんわがままを通してね、うん、もういずれはですよ、人間ももう食料すら多分ね食べられへん、水の奪い合いの時代が来ると思うんですよ。うん、それなぜなら世界的な人口が増えすぎとうからです。うん、日本はねなんかこう少なくなっていってますけど、うん、日本もいずれはね、これ滅びるかどうか分かりませんが、どっかの国に統合されるかもしれませんし、うん、とにかくね神話を学ばへんようになったりとか、うん、自分の国の歴史を、この歪んだ捏造された歴史をですよ、学び続けるこの今の教育をこう実施する限り、この日本は繁栄することが難しいと思うんですよね。うん、でもそれも結局ね、一番最後救えるのは僕は愛の力やと思うんですよね。うん、日本人には愛があるんですよ。うん、まあもちろんね、そのアメリカ人とかその外国人に愛がないとかそういうことじゃなくて、 I love you の愛じゃないんですよね。うん、そんなんじゃなくて本当にその人を思いやる心、うん、気持ち、それが本当に愛やと思うんですよね。じゃあ日本人ってもともと歴史上をこう紐解いていけば本当に愛の民族なんですよね。うん、まあ、天皇制がこれだけ長いこと続いてるのも結局そうですね。うん、天皇陛下のお住まいのところにね、うん、大きな城壁ありますか？なくないですか？うん、あんなの日本だけですよね。うんうん、確かに京都御所なんか見てみてくださいよ。本当にまたげますからね。うん、でそこには多くの人が出入りできるわけですから、うん、やっぱりね、そんなやっぱり国民性というか、そもそも、うん、その権力で治めてきた国じゃないんですよね。あり方が、うん、そもそも国のあり方が。でも他国はどうですかね。うん、もう侵略の国家じゃないですか。うん、今の王さんが気に食わんから殺して自分が王様になるみたいな、うんうんうん、日本はそれないんですよ。うん、なんでかって考えていただいたらと思うんですよね。うん、民族性が違うんです。うん、助け合いの国家やしね。うんうん、しかも島国やから、やっぱこの島に守られて侵略されていないこの国がどれだけ本当に貴重なその精神を受け継いでるかって考えたら、うん、やっぱりね、今から日本が滅びるとかそういうことじゃなくて、世界を救うのは実は日本やっていうことを、うんうん、日本の魂、日本人の魂をね、今一度思い返すというか、うん、まあ、そんなのが大事なのかなと思うんですよね。うん、本当に考えてください。本当にゼロ戦に乗って突っ込んでいった人、うん、特攻隊の方々、あの方々って何やったんですかね。うん、愛じゃないんですかね。うん、この国を守ろうとして突っ込んでいってくれたんですよね、お父さん、うん、お母さん、まあ、死にたくて死んどる人なんか誰もいませんよね。うん、でもそれって一体何かって言ったら、本当に根本的なものって
愛がそうさしてるんじゃないかなと思うんです、うんうん、だから愛について語るっていうのは本当にね、まあ、宇宙からそして地球からって考えたら、まあ、大いなるそもそも我々がね、うん、生きてること自体も愛じゃないですか、うん、って思ったりするんです、うん、我々のね体にこれ体って借り物ですよね、うん、自分のこれ魂がね自分なんですよ。だから、うん、例えばね自分が痛いとかね自分が調子悪いとか言うとじゃないですか、うん、肉体のことを、うん、これね自分ちゃいますからね、うん、借り物なんですよ。目つぶって本当にその中に入っている魂は常に自由ですからね、うんうん、じゃあそのね魂が体に入っていることっていうこと自体が魂自体が僕は愛じゃないかと思うんですよ、うん、なぜならその魂が我々の肉体この借り物から出ていった瞬間に借り物の体があるのは細胞の力ですよね、うん、細胞が、ね、何億個という細胞が集まって協力し合って、ね、あなたたちの体を要はこれ運営していってるわけじゃないですか、うん、でもこの魂が出た瞬間から何が始まるかって言ったら分解ですよね、うん、腐るし水と二酸化炭素に戻っていくわけですよ最終、うん、形態がねバラバラになるわけですよ。今魂が入ってたら何が起こってんのかって言ったらみんなが協力しちゃってるわけじゃないですか、うん、これ自体が僕も愛の姿じゃないかなと思うんです、うん、ということは我々の魂はそもそも愛なんです。愛でできててそしてその愛が入ってるね、修行しに来とるわけでしょうけどその魂がですね抜けた瞬間からバラバラになるってことはこれ引力がなくなったってことじゃないですかね、うん、だからそこからも掴み取るものってありませんかね。それが今の地球じゃないですか。こんだけむちゃくちゃなことしとって地球はもう前らもうええ加減にやめろやって言って、うん、もう知らんって言って引力を手放した瞬間に僕らバラバラになるんですよ、うんね、存在なんかしていけへんじゃないですか、うん、やけどもう我が物顔でなんかこうやってるっていうのが今の時代じゃないですかねっていうのが僕の今の考え方です。なので愛は本当に今自分のこの体の中に入ってて、まあ、覆われてるのかも分かりませんしね、うん、ちょっとその実態は僕は見たことないか分かりませんが、うん、とにかくそういう考え方であって、うん、我々の体は借り物であってね、それに対してブスやとか綺麗やとか、ね、かっこいいとかやっとんですよ、うん、本物の中の魂どうやねんって話なんですよ、うん、いくら綺麗かろうが魂が腐っとったらやっぱりそれも肉体になって出てきませんかね、うん、顔表情ねいがみそういうね頑固な人っていうのはいろんなところに出てきてると思いますよ、うんうん、ちょっといがんだりね、うん、でもそれってなんで出てくるんかって考えたら長年の自分のその思考、うんね、自我がそうさしてるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、愛とは自分たちの中に入っているこの引力なんじゃないかなと思います。そしてその助け合いが助け合って淘汰し合って今の我々のこの体が借り物の体が運営されていってるわけですからそこから見たら宇宙の本当の愛とは何なのかって言ったら助け合いじゃないかなと思います。自分だけが存在しようと思って生きてる細胞なんて今の我々の体の中でどこでもないんです。そんな細胞がいたら淘汰されますしもっと言えばがん細胞じゃないですか、うん、自分たちのことだけを考えて発展し続けて、うん、何が起こるのかっていうと最後その宿主の命を奪ってしまうことになりますよね、うん、そして解散ですよそのがん細胞も、うん、今地球もそうなつつあるんじゃないんですかうんうん、いうのは本当に思っててね愛に背くっていうのはそういうことじゃないですか。我がのことしか考えてないそれが今の地球であるしがん細胞であるのが人間は我々ね人間はがん細胞地球のがん細胞になりたくないですよね、はい、うん、っていうことをちょっと語ってみました。ありがとうございます。今日はテーマ愛でした。ありがとうございました。第1回目が愛とは深いな。ありがとうございました。はい、今日も一日頑張りましょう。もう夕方ですけど